おはようございます。今これね、外観走ってるんですけど、まあちょっとね、昨日ちょっとタイヤを、フロントタイヤ、アナキーアドベンチャーのフロントタイヤをですね、新品に交換してもらったんですよ。交換してもらったというか、交換してくれたんですね。ちょっとほら、空気圧が少なかったっていう話があって、でちょっと不安になったんで、もう一回ね、タイヤの状態をねチェックしてもらおうと思って、伺ったら、ちょっとその不安を抱えて走るのは危ないしね、そのまあ本当にどこでどう手違いがあったかわからないです。どっちのせいともわからないんですけれども、それでもまあ一応新品のタイヤ用意したんで、こちらに履き替えていただけませんかっていうことだったので、履き替えました。なので今このフロントはね、新品がサラピン のタイヤが入ってるんですよ。それなんで、ちょっと今日はゆっくり、皮むきがてらお昼を食べに行こうと思います。で、高速乗るのがね、先日の N-BOX でタイヤバースト以来、まあ1週間ぶりなんですけども、怖いですね。あの思いをしちゃうと、もしこのバイクのタイヤが、フロントがあの状態で外れたらと思うとね、もう結構ドキドキですよ。でもね、ちょっとそんなこと言ってたらね、もうバイクも車も乗れなくなっちゃうんで、あえて今日ちょっと出てきました。天気もいいしね。だからもう今日全然朝、もう今もう9時、10時近いんですよ。9時半か。もうゆっくりね、お昼だけ食べに出てきたんですけど、だからもう本当にお昼食べて帰るだけ、っていう、まあ予定でいます。はい、そんなわけで、いい天気ですね。でもね、これさ、今いいよ、この9時半くらいだから。気温もさ、今13度か、13度でさ、これだけ雲一つないとね、この太陽のほら光がさ、あったかいんですよ、ね、それなりに着込んでるし、これがね、朝5時半とかだと真っ暗だし、寒いんだよね、ほんとこの後の季節はさ、その結局日の出前に出ることになるじゃないですか。なかなか辛いよね。それで気温がさ、もうね、1度2度なんていうとさ、いやー、もう路面凍ってんじゃないのとかさ、なんかそういう思いしながら、こう、いやですね、この時期は。これからというわけで、はい、というわけで、じゃあそんなことでね、とりあえずまた後で動画、あ、富士山がうっすら見えるんだけど、ちょっと霞んでるけどね、この多分アクションカメラで撮れないな。見えるんだよ、見えてんだよ、肉眼ではね、富士山が。はい、そんなことで、じゃあまた後ほど。いやー、Google 先生のおかげで、Google 先生のおかげでですね、非常にこういろんな道を通らされてる今状態で、でね、新しい道がね、これ今、これどこなんだろう、坂戸とか、鶴ヶ島とか、ちょっとうるさいな、その辺なんですけどね、走ってんのは。あのね、新しい道が結構できてるみたいで、この辺ね、本当にこうバイパスがね、途中まで伸びてたりとか、今この走ってる道もなかったような道なんだよな、綺麗な道なんですよ。でね、ちょっともうまあね、私方向音痴なんで方向、いや、こんなところ走ったことないわ。方向音痴なんだけど、いや、本当も方角が全く分かんなくなっちゃって、カバセミ街道ってなんか、
あ、ダメだ。いけないんだ。ちょっとごめんなさい、寄せます。ちょっと道が分かんない。あ、抜けらんないの。あ、そう。回り道っていうとこれ行ってですか。どうやったら回り道できるのかな。回り道は、まあ、向こうから回ってもらうしかないかな。あ、そう、はい、ちょっと参ったな。どうしようかなこれ。なんかね、ここそこ抜ける道あるんですけど、これでちょっと詳しくは。ああ、はいはいはい、わかりました。もしあれだったらここを右、もここを右で、うん、ずっと行くと、八重田交差点で、ガソリンスタンドとか、はあはあ、そこ右行くと、はい、そこ側、わかりました。竹田とか、わかりました。結構遠回りになっちゃうんですけど、ね、あ、わかりました。出ますね。いや、マイタ取れてる、取れてたんだ今、取ってたんだ俺。どうしようかな。っていうことは、おまわりさんが言うには右に曲がって、なんだかんだ言ってたよな今な。右に曲がって右とか言ってたから、まあナビがリルートしてくれるとは思うんだけど、どこ右に曲がれって言った。わかんねえな。信号右っつったっけ。まあいいや、これとりあえず右に曲がる。まあ Google 先生リルートしてくれんだろう。いやおかしいな。そろそろもう浅見茶屋さんに着く予定では時間だったのに全然着かねえっていう。まあいいんだけどさ、さてと。いや、これまたダメだよな。多分通れないんだろうな。あ、これかな。なんかガソリンスタンドがのところって言ってたよな。これで会ってくれ、これで会ってくれ。違うな、ガソリンスタンドねえな。ないな。どうしよう。どうして。いやー、また行けないとやだから、ここじゃないな、ここじゃない、ここじゃねえよ。ていうかどこ走ってんだ今。私は全くわかんねえ。これか。いや、これじゃねえな、これ曲がれねえな。参ったな。やっぱ戻る方向って言ってんだよな。どうしようかな。いや、こんなとこ行かないよ。これ全然目的地じゃない方走ってんだろうな多分な、うん、よし、この、うん、これを曲がろう、これを曲がろう、野縁だ。よし、これ曲がろう。さて曲がりましたよ。これでなんとかして。どここれ、あれ、これもしかして、え、ホンダ、ん、ホンダ、これもしかしたら巾着田の方行く道か。
な。だとしたら大ラッキー。あ、そうかも。違うかな。あ、違うかな。でもコマでしょ。多分そうだな。あ、なんかこの面屋を覚えてるな。あ、そうだそうだ。あ、よしよし、よかったよかった、よかったよかったよ。これでたどり着けるよ。多分ね、巾着だ。そうだよね、巾着だとこの道だよね。そうだそうだ、豆腐厨房。そうだ、わかった。よし、 OK OK OK。 なんだよ、素直にこっち来ればよかったんだよ。はい、これで299いつもの道に出ました。いや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 、長かったなここまで素直に狭山日高で高速降りてればなんてことはなかったんだね。でも手前のあの県央鶴ヶ島、ずいぶん道がいろいろ降りたところが整備されてて、あそこ結構ね、降りたところでね渋滞するんだよね、朝とか。それがね少し緩和されるといいですね。あ、ここも紅葉がだいぶねよろしいんじゃないんでしょうかね。え、わあ綺麗だね。もみじ祭りだよ、東郷公園もみじ祭り。御嶽山、御嶽山ね。あ、もみじ綺麗かもしれない。あ、ちょっとまだね、ちょっとまだ。いやー、今日は随分遠い浅見茶屋さんだったな本当に。歩いてる人いるんだよね。苔の上怖いけど歩行者がいたら苔の上、右側走るのも怖いしさ、対向車来るから怖い。今本当怖かった足は重いっすね。ほんとセローに比べるとおめえおめえ。よいしょ、乗ってると楽なんだけどね。よいしょ、はい、到着です。はい、安定の美味しさで、いや、あのね、つくね串美味しかったですね。初めて食べた。いや、大繁盛っすね。もう1時間待ちとか言ってたな、待ってる人すごいな。いや、まあ確かにあそこのうどんもそうだしね、そういうちょっとした田楽とかさ、そういうのもそうだし、あのデザートもそうなんですけど、いや全然手抜いてないっていうとはすごいっすよね。あの仕込みとかもね、全てにおいて手抜きをしてないっていうのはもうよくわかる。いや素晴らしいです。それは繁盛するわけだよね。でも人柄もいいしね、本当見習わなきゃいけないなと思うんですけども、はい見習わなきゃいけないなって思いながら、ダメっすね。はい、そ
そんなわけで、食べてきました。大満足です。 それで11月の30日からやっぱり、木金土の週3日の営業になるそうです。水不足っていうことでそれで、いつまでその状態が続くかはちょっとまだ未定っていうことだったので、まあツイッターの方でね、 X の方でだいたいいつも案内が出てるんで、またそれで、営業がね通常通り再開したらまた来ようと思います。冬メニューをね食べたいんでね。そうなんですよ。なので、いつになるか、まあ、年内ね、もしまた営業が再開してくれれば、年内もう一回行きたいんですけど、本当ね、前にねご主人に伺ったんですけど、本当に水天然水使ってて、いや今ほらどこのダムもさ水ないじゃないですか。だからもう全体的に山の天然水とかも水不足なんですね。そんなんでそのちょっと営業が、毎日の営業ができないとおっしゃってました。はい、そんなことでもう今日はおとなしく、もうタイヤのねちょっと皮むきってと昼飯ってことなので、おとなしく帰ります。はい、というわけで今日はちょっとさらっとしたなんかお散歩ランチツーリングでした。はい、それではまた。